はい、おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとですね、これは欲しかったなっていうワームが一つあって、それがですね、店頭に並んでいたので一つ買ってきてました。これジャバシャットの IS プラスツインテールの5インチっていうやつなんですけども、こんな、あ、まあ一見まあジャバシャットなんですけどね、まあ、ここに絵が描いてあるな、こうツインテールなんですよ。これがですね918円ということで、買えたんで、一つですね開けていきたいと思います。ジャバシャットのツインテールなんでどんな感じでしょうか。結構重さも5インチあるんでずっしりした感じなんですよね。はい、こんな感じ。結構ねボディがもっちり重量感あって、よーく動きそうなこのツインテールで、1233箇所ですね、こうファクトリーロックっていうんですかね、ここをちょん切ればよりブリンブリン動くよっていうようなファクトリーロックがついておりまして、こんな感じですね。ツインテールで何なのかっていうと、最近あのほんとチャターベイトを練習していて、でこれがですね実際に使っているジャックハンマープラスエバーグリーのツインテールリンガーって、この組み合わせでですねよくあの最近釣れてるんですよね。先日はあの50近い魚とか45アップとかですね、まあまあちっちゃいのから大きいのまでまんべんなくよく釣れてくれているっていうことで、このジャックハンマーお気に入りなんですけど、自分、これがですね8分の3オンス、およそ 10g のやつで全部釣りしてるんですけども、ちょっとあのダム湖なんかで水深がある時にマックスピードは同じなままでちょっと下のレンジ探ってみたいななんていう時に、これの上のサイズの2分の1使いたいな、思いまして、でまあツインテールリンガー2分の1にもつければいいんですけども、このツインテールリンガーがまた人気で、これ売ってないんですよね。買いたい時にこれ結構あのすごいシンプルでそんなに派手な感じじゃないんですけど、ふと、あ、ツインテールリンガー補充しようなんて言って釣り具屋さん行ったらですね、結構売ってないことが多い、まあすごい人気っていうところと、あとはまあ単純にあのデカバスが反応しやすいなっていう時に、このツインテールリンガーより若干ボリュームの大きいでも似たようなトレーラーをつけたいな、何かないかなと思っていたところにこれですよ。このボディがすごい重さがあるんで、これ自体でも脳進化でぶっ飛びそうなのと、まあ、あとはあの説明にもありましたけどね、あの手長エビみたいにこうライトテキサスとかでこうピンピンって手長エビパターンみたいな時も使えるよと、ネコリグなんかでも効きそう、まあ、いろいろ使い出はありそうなんですが、ともあれとりあえずはですね、この最近ハマっているチャターベイトのトレーラーにどうかしらということで買ってきてみました。もちろんこの8分の3オンスにもつけて使おうとは思ってるんですけども、今回ですねこれ2分の1オンスのジャックハンマー、これをですね買ってきてみたので、これにはですね、で色も合わせようと思ってこの青っぽい色が変えたんで、シルバーシャイナーっていう、シルバーシャイナーっていうんですね、こんな感じの、マッチングするんじゃないかななんていう色で組み合わせてみました。じゃあちょっとまあ早速ですね、あのつけてみようかなと思います。ジャックハンマー、これはもうほんと釣れますね。なんか巻いてて気持ちいいしね、なんかすごい、はい、はい、これね1分の3オンスとすごい似てるんですけど、やっぱり2分の1だけあってヘッドがだいぶボリュームが、こっちが2分の1ですね、でかくなっているっていうことで、で先日説明したねじり取り、こうねじりながら上の方にこう引っ張るようにねじっていくと綺麗に取れるよ、ねじり取りしております。でね、ジャックハンマーの唯一の欠点はですね、欠点っていいのかな、このそれがメリットでもあるんですけど、こう上と下にワームがずれないようにもがっちりとしたこの V の字のキーパーついてるじゃないですか。
これによってちょっとあトレーラー付け替えようかなってズリってやるとこう頭がバキッてもう再起不能に裂けるんですよね。あのここが引き裂かれるということになりますので、まあねそれ引き裂かれたらそこちょん切ってまた付け直せばいいんですけど、なんか、うん、あの一匹を取るために考え抜かれている D ゾーンにちょっと通じるところはやっぱ清水森蔵プロデュースなんであるのかなと。一匹を釣るためにこう絶対釣れないように、ただ一回つけた後はもう壊れちゃうよ、モノハの剣だよみたいな、このねこの感じがモードの血をちゃんと受け継いでいるのかな。でね、あのブログで読んだらこの足が縦になるようにつけるとなんかいいっていう風に書いてありましたね。まあ、そこはいろいろな向きでつけてみてやろうかなと思うんですけども、最初はスタンダードにこの腹に白側が来るようにつけてますかね。こんな感じかな。あ、まあ、ちょっとその前に単体での重さを測っておきますね。ジャバシャットの IS プラス、ツインテール5インチ、これ単体だと何グラムでしょうか。単体でも 8.1 グラムぐらいありますね。もう10グラムはないですけども、結構もう手に持った感じでズシッとくるんで、これにこの2分の1のジャックハンマーですね、まあ、16グラム、このセットにしたらよりあのぶっ飛ぶんじゃないかなと。あとはちょっと狙うレンジを変えたいななんていうと効くんじゃないかななんて思って買ってきてました。じゃあ真ん中から慎重に慎重に刺していこうと思います。こんなもんかな、ね、ここでこれが入っていくともう二度とこいつは頭は戻ってこないですからね。これはズニュ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 入れて、はいはい、できました。これがやりたかった。色合いもバッチリじゃないですかこれ。やっぱボリューム感、多少変わりますね。こんな感じでツインテールリンガージャックハンマーと、ジャバシャットツインテールのジャックハンマー2分の1、まあ、こんな感じでですね、やっぱ手に持った感じもだいぶ、こっちはセットで24グラム近くあって、でいつも使ってる8分の3についてるリンガーは、まあ、およそ18グラム、まあ、こんな感じでですね、ちょっと手のマックスピードは変えずにワームの あとはヘッドの特性の違いで、狙うレンジを変えていこうかなと、こういう作戦でこいつをですね一袋買ってきていました。またですねちょっとあの亀山ダムまだしばらくチャターなんか聞くシーズンだと思いますんでね、いろいろ投げ比べてで縦差し横差し縦差し横差しいろいろ試してみて、こんな感じの釣りやすいですよなんていうのをご報告できたらいいななんていうふうに考えております。というわけでですね、まあ、ちょっと今日は簡単にこれですね、ジャバシャット今活ですね、ジャバシャットの IS プラスツインテール、これが店頭に並んでいたよ、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。